今離陸がもうかれこれ1時間ぐらいしていません、事情がわからないまま、離陸時間になっても離陸しません。かれこれ1時間、飛行機の中こんな感じです。皆さんちょっとストレス抱えてなんかピリピリした感じがあります。最初のうちは結構ザーザーしてたんですけど、結構みんな今イライラに変わってきて、本当に閉じ込められてる感覚ですね。あ、手挙げた一人。すいません。あ、たびたびああいう方が多分スタッフの方に事情を聞きに行ってます。でもスタッフの方も事情がわからないみたいで何とも答えられないような感じなんですよね。お、マイク持った、ごめんなさい急に。やたしんです。なんつったやたしん、ね、事情があってちょっとこの離陸がちょっと伸びてしまっているということで、皆さんそれぞれね、この後のご予定とか、事情とかいろいろあると思いますけども、まあ、ね、こっち側の人も頑張ってくれてるんで、励ましてる、はい。信頼して。普通の方が、なんか、励ましのメッセージを。じゃあね、こんな機会もないですから、まだちょっとだけ時間かかるようですので、コンサートを、ここで開かせていただきたいと思います。どういうこと？歌手なん？優しいんだよ。大丈夫ですか？誰？皆さんね、もちろんストレス溜まっているっていうことは分かりますけども、はい。じゃあちょっと僕の歌を聴いて。ちょっと待って、これあれやんな、なんかずっと前リフレッシュを、松山千春さんがなんか歌って話題になったやつ。いいですか皆さん。え、あれ松山千春さんやったから OK やったけど、いやこれマジ知らんってこいつ。え、ちょっと待って、顔見たら分かんのかな。思いっきりズームしてみよう。いや誰やねん。これ今とコンサートの決定的な違いって何だか分かりますか皆さん。あ、イライラしてる。前の人めっちゃイライラしてる。コンサートっていうのは、めっちゃイライラしてる、こいつ。やたしんを見に来た人が前で歌っているのがコンサートです。今は、突然僕が今飛び出してきたわけです。いや、どんだけ。それでなんだなんだ皆さんと思ってる中でこの歌う、この緊張感分かってくださいよ。もう誰やねん。じゃあ、行かせていただきます。僕の心の中。それタイトルやねんな。僕の心の中を、あなたに届けたい。僕の心の中を、きつ、あなたに見せたい。ま、誰やねんこいつ。あなたの心の中も、歌詞にどんだけ心ってあんねん。あなたの心の中も、歌詞しょぼ。これめっちゃおもろいやん。見せてほしいから、赤バラ毛の歌詞、もう音声でかい声でかい、うるさいって。ちょっとわわ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 わ、このままずっと二人で、袖ひとまくりしてる。普通に切るよ、下手におしゃれしようとしやがって。わわわわわ、このまま前の人撮ってるな。二人生きてゆこう。おお、わわわわ。やめて。このままずっと二人で。わわ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 わ。このままずっと。ありがとうございました。本当にもうじき静まり返った。準備が整うんですよね、はい、お前が言うなって。整うと思いますので、ちょっとでも、この左手やめろ、胸を押さえんの。潤いを与えられたなと思いました。え？なんつった今、
なんつったあいつ今最後。簡単やな、絶対。もうちょっと普通の男やん。普通の男、ほんま電話してるみたい、カラオケで。延長していいですかみたいな。いいです、もうちょっと。ジュースなんですけど、ウーロン茶一つと、オレンジジュース一つお願いしますってカラオケボックスで言ってるみたい。聞いてください。もうええぞ。心の川を渡ろう。え？せせらぎの。あかおもろすぎる。中に、心の川を。心好きやな。そう。心の川を渡ればそこはオアシスかい。わわ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 オアシスかい。ダブルよダブル好きやな。わわ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 わオアシスかい。心の川を渡ればそこはオアシスなのかい。わわイエイエイエイ。ワウワウワウイエイエイエイ、ワウ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 、オアシスかーい。ありがとうございました。もうそろそろ、もうそろそろ準備が整うということです。ありがとうございました。優しいんでした。静まり返ってるやん。T シャツシワシワやん。うわー、席そこなんやん。うわ誰も振り向かへんやん。あんな2曲も熱唱した後普通に自分の座席戻った。やっば、ちょっとトイレ行くふりしてあいつ取った。前向いてた、普通にまっすぐ前を見てた。ああ、きっしょあいつ。